皆さんこんにちは。パークシーの中秋節のイベントへようこそ。こちらはとても賑やかな雰囲気になっております。子供から大人まで明るい笑みを浮かべていて、私もそれにつられて嬉しく感じます。毎年いかなる時もこのイベントですが、毎年人々は毎回興奮して大好きなイベントとなっています。今年の中秋節はパークシーの子どもたちはどうやら例年よりもさらに興奮しているようです。委員会によるランタンの行列、ドラムの演奏、演者の出演や魅力的な音楽、マジック、動物によるサーカスなどの面白いプログラムを用意しているからです。マジックに見とれて一緒に参加する子どもなどもいました。サーカスも子どもたちが一緒になって楽しんでいました。さらに面白かったのはアクロバットな獅子舞のダンスです。これはベトナムの昔の伝統芸なので子どもたちは普段見ることができません。なので子どもたちはこれを見ることができとても興奮しているようでした。中秋節が過ぎた後、子どものための民族音楽クラブが結成され、子どもたちが伝統文化をより好きになってもらえるように育てます。近い将来、パークシーの子どもたちによる伝統的な芸術ショーが見られることでしょう。今、ドラムの音が鳴り響き始めました。中秋はすぐそこまで来ています。もう少しした後、ランタンやご馳走に皆様をご招待いたします。